こんにちはスリムと美肌をかなえる専門家アトピーダイエット研究所哲子です今日は食べて、えー、アトピーを改善させる方法ポイント3つお話ししたいと思います。さあ早速お話ししますがまず1つ目3食しっかり食べるです。 よくねあの、朝は朝っていうか午前中ですね排泄の時間だから食べない方がいいということを言われる方もいらっしゃいます。で特にまアトピーさんはね胃腸が弱い方が多いのでなるべくその胃に負担かけないように、えー、食べない時間を取った方がいいですよっていう言われる方もいらっしゃいますで実際私もそれ試したことがありまして朝食抜き、まあ、3ヶ月ぐらいかなやったんですけれどもはっきり言ってあんまり変わらなかったです。 で逆に今、まあ、黄金バランスの食事1日3食食べましょうというお話をしてるんですけれどもそっちの方がというか食べたことで逆に改善することができたというものがありますので、まあ、あまり惑わされず1日3食しっかり食べていただければというふうに思います。で2つ目2つ目はですねアレルギー食材以外すべて食べる。 これもちろんアナフラキシーですとかね、自分の本当にアレルギー食材はもちろん食べろとは言わないんですけれども、そうでもないのにあまり良くないよっていう情報だけで抜いてる方っていらっしゃると思います。私もそうだったんですけれども、例えばあよくあるのは牛乳は良くないよとか、卵はあんまりだよとか、あとはね結構言われるのがグルテンですね。 グルテンアレルギーでもないのになんかそれは良くないよって言われる情報だけで抜いちゃってる人がいると思うんですけれどもあんまり関係なくって逆にいろんなものを食べる方がいろんな、えー、栄養も、ね、しっかりとれるのでいろあの食べた方がいいんですよ。えー、ですのでもう本当にあの変な情報いろいろありますけれども惑わされずに、ね、いろんなものを食べていただければいいかなというふうに思います。 はい、最後3つ目ですね3つ目はとにかくよくく噛んででゆっくり食べるとというところです、えーまあ、さっきも言いましたけれどもやっぱりアトピーさんとかの肌荒れしやすい方っていうのは胃腸が弱い方って多いんですよねでその負担をかけないためにもしっかり噛むっていうことは消化もしやすくなるし栄養吸収も上がりますので非常に重要ですで なんですけどどうしてもやっぱりねお仕事してる方とか特にランチの時間とかみんなと食べなきゃいけないから早く食べないとみたいな感じでどんどん早くなっちゃってる方っていると思うんですけれどもそうするとどうしても胃腸を負担かかってしまうので肌を改善させっかくいろんなものを食べてるのに肌が改善できるほどの、まあ、栄養が蓄えられなかったらあんまり意味ないんですよね。 なのでここは、えー、きちんと、まあ、人目はねあるかもしれないけれどもあまり気にせず自分のことの方が優先していただいてしっかりゆっくり食べていただければというふうに思います。えー、まあ基本的にはねやっぱりバランスよく食べるというのが重要になりますので。えー 私が、まあえー、お話ししている黄金バランスでぜひ食べていただければというふうに思いますけれども、まあそれってどんなのみたいな疑問があると思いますので、概要欄に LINE の登録、えー、貼っておきますので、そこ登録していただけると、まあ、いろんな情報、食べやすいの情報、アトビー改善の情報、お知らせしておりますので、ぜひ登録いただければというふうに思います。それではまた。